ははい皆さんこんこにちは村長です今日はタイトルにもありますようにギターの打ち込みととといいいいいうことにつててやっていきたいと思います伴奏楽器例えばベースそしてギターのバッキングドラムこういうものはいっぱいいろんな便利な道具がありまして特に初心者の人には打ち込みのキックを4つ打ち打ってそしてハイハットを 8ビートで気談でというような昔はそういう打ち込みというのをやっていたんですけれどもこの頃はループフレーズがとっても素敵なものがいっぱいありましてかからちま,ちま売っていくのがいいのかといくののがとう課題もありますですからそういう伴奏楽器は僕としましては特に初心者の方にはツールを数千円で購入すればとても時短で 音楽制作ができるということもありますのでそちらの方はそれでいいんですけれども例えばメロディー楽器それでもバイオリンソロを入れるそれならそんなに大きな問題はありませんでもギターというやつだけはギターらしく打ち込むというのはとっても難しいんですね他の楽器にあまりなな、いような ギターーの場合、チョーキングとかスライドとか、そういういものがあります。そしてピアノにはほぼないようなミュートそういう音があってそれをやらないとギターがギターらしく全く聞こえないこれが DTM の打ち込みで一番課題になるところですそれを項目別にお話をしますとまずは Humanize これが重要になります。例えば今画面の下の方にもベロシティいわゆる音の大きさが少し高低差がありながら並んでいますよねここの部分ですやはり一定の大きさで音を鳴らしてしまうとギターらしくなくなるそして横リズムの方もあまりジャストに整いすぎていたら自然さがなくなる これも一つの課題です。そういうヒューマナイズでいうようなものもありまして、それと先ほども言いましたキースイッチ。これを入れてですね、スライドであったり、ミュートであったり、そういうものが入ったら、ちょっとギターらしくなってくるということです。そして三つ目なんですけれども、あとはビブラートです。もう一度聞いていただきましょう。 このビブラートが全くなかったらこれこそギターっぽくなりません大きくはこの3つをうまくやっていきたいということなんですそれをまず手動でお話をしますメロディーはこのように打ってありますちょっと念のためにクオンタイズをしておきますこれでジャストに今入った音符がありますこれらを もちろん一個ずつ前にずらしたり、ベロシティの大きさを一つずつ見るというのは、それはそれで時間のあるときはいいんですが、スタジオワンではそれを簡単にできるようにしてくれてあります。どういうことかというとですね、このように音符を選択しまして、アクションのメニューにヒューマナイズというのがあります。これを 選択しまして真ん中あたりぐらいであまり動かしすぎない上がベロシティの範囲です下がですねノートのスタートの範囲それをどのぐらいですね前やったり後ろやったりするかこれをこのバーで設定するわけですそうしまして OK をしますとはい今も下がずれましたよねちょっとコントロール Z とはいこうしますコントロール Y このようにですね強弱をつけたり緩急をつけて並べるとまず1個目が解消しますそして次はキースイッチですキースイッチなんですけれどもこのように選択します今こんな形になっていますスタジオ1の純正の音源ソフトキースイッチがあるものというのに一つの約束事があります このようにストラトキャスターフルというのがありますけれどもこのフルというのをやればキースイッチというのが出てるんですけれどもそうじゃないものを選んだとしますはいキースイッチのカラーのエリアがなくなりましたねもう一度フルを選びますキースイッチが出てきましたこれは他のギターでも同様なんですテレキャスターこれありますよねここにも、 フルととというのと他のものののの他他ももががありりままます。すの。のを選ぶななくなりますキースイッチの機能が働きません。でも「フル」というのを選ぶとキースイッチが出てくるこれが一つの約束事ですので重要ですのでしっかり覚えてくださいそうしましてキーボードのところこの一番左端ですね C0 から始まるところに色がついています。 今はテレキャスターを選んだんですが C はオープンと言いまして普通にピッキングをするそういう時ですこの「ど」のシャープここには「レガート」があって「レ」のところには「ミュート」があります今度は「レ」のシャープですねこれが「デッド」という風になっていますまあミュートとよく似たようなちょっと詰まらせた音です 音が消えかけみたいな形で思ってくれたらいいと思います。ミの音はハーモニクスです。12フレットのあたりとかを指で押さえるとハーモニクスというのを鳴らすことができます。7フレットとかそういうところででもできますがミの音がハーモニクスです。そして今度はラの音まで飛びます。それはスライドです。そして、シの音。これが、 プレイ fx ということです今日はプレイ fx については少し保留しておきますそういうふうにキースイッチを入れればいいことがわかっていますここにスライドがあります次の音符のところはちょっと大きくしておきますがこのようにオープンこの辺が並んでいましてここにあるのがレッドというやつですこのように 音が並んでいるわけです。例えばこ、この音ありますね。この音をミュートにします。オルトを押しながら、レの音。ここに持ってくると、これがミュートです。ちょっとここ聞いてみましょう。このようになります。前もしくは同時になっていないと、うまく作用しません。じゃあ、 ここでです先ほど上から下に持ってきました今この上にある音符はヒューマナイズしたりしていますから微妙に前に突っ込んでいたりとかいうようなこういう部分があるわけですですから下に持ってくるという時にも本当に真下に持ってこないとですねつきませんよねこれをどうすればいいかということなんです方法を言います 一回ここのキースイッチを全部消します。手動でのやり方を説明します。このようにしまして、そのままオルトを押して、下に持ってきます。こうしまして、この下側を選択しまして、アクションからトランスポーズをします。このトランスポーズの機能で、ここ今 C1 になっていますけれども、 これを C0 にするんです。そして OK をします。すると、この C0 のところに全部折りまして、すべてオープンになっています。その状態で聞いてみましょう。このように、今ビブラートだけがありましたけれども、 通常のオープンピッキングだけでできてるわけです。でもこの音この音ギターをやっていない人にとってはどの音がいいかというのはちょっと分かりにくいところなんですけれどもこのように選択をします。そうしましてこれを、D、の位置に持ってきますここですね D シャープですね。ここに持ってきて離します。 これで聞いてみると、この音にデッドという機能が付きます。聞いてみましょう。はい、これをミュートにしてみましょう。この二つ。これを例の音まで下げます。よく似てるんですが、ちょっと違いがあります。 このようにできるわけです。次はスライドを入れてみましょう。スライドはこれですね。これを上に上げます。ラーの音に上げます。これでスライドがかかるわけです。ちょっと聞いてみましょう。これをするときにアクションからトランスポーズ、それにしてもいいんですけれども、 これをワンタッチでできるマクロを作ってみようという話です。じゃあ、マクロオーガナイダーを開けます。スタジオワンのマクロオーガナイダーというのを選びます。そうしまして、新規。これでマクロを作ります。名前を付けます。名前は OpenC0 という風にしておきます。 こんな名前にしておきます忘れないように説明を入れておくのもいいでしょう C0 のオープン自動化というふうにしておきますこれはどうすればいいのでしょうかまずは選択だけは手動でしてあるものとしておきますそれを全くその上にコピーをしますそれをやる方法なんですけれどもここでコピーというのを選びますこれですね そして追加ボタンを押します。こちらに来ます。これでコピーができたわけです。今度は貼り付けですよね。ペースト。このように打ちます。そして元の位置にペースト。ここにします。編集、元の位置にペーストします。ここで音符が2つに重なったわけです。そうしまして、先ほどやったトランスポーズ。 これをやります。この音楽機能というところにトランスポーズというのがあります。これを追加もしくはダブルクリックします。すると右の方に来ます。ここで C0 の位置にコピーしないといけなかったですので、これをダブルクリックしますとこのような画面が出てきます。 そこで全てを次に設定というボタンを押してそしてここで C0 として OK をしますこれでマクロが作れたわけです通常ならこの3つの工程をやらないといけないということになりますこれで OpenC0 というマクロを OK しますはいこれですねじゃあこれにショートカットキーをつけたいと思います 右側のショートカットボタンを押しますスタジオワンの6.2ではこの部分がとっても便利になりましたバージョン6.1までの人はここで検索をしないといけません6.2では OpenC0 というのがこのように出てくれていますそうしましてここでキーを設定しますさあ何にしましょうかコントロールと Alt とそして 0番これにします。これでアサインをします。そしてオッケー。このマクロオーガナイザーも閉じます。これで簡単に c0 のオープンの位置にこれを入れるようにできました。一旦消します。そしてこれを選択します。そして、コントロール alt0 はい。うまくいきましたね。下のところに来るわけです。あれ？ ヒューマナイズとどうなったんだというふうに思われると思います。その通りです。ヒューマナイズの機能をつけましょう。スタジオワンからもう一度マクロオーガナイザーを立ち上げます。そしてオープンシー c 0これを選択しましてダブルクリックをします。そうするとこの画面に来ますがここでヒューマナイズを選びます。コマンドからヒューマ と打てばヒューマナイズが出てきます。これを選択してダブルクリック。そうすると一番下に来てしまいます。これは一番上にしておきます。上というのを何度か押します。このようにしましてこれをダブルクリックします。すると先ほどやったような画面が出てきます。ですからここでベロシティをどれぐらいにするか。 これは場合によりかなり変えるんであればやればいいですけれどもだいたいどんな時にもあまり問題のない程度それぐらいにしておくといいと思いますこのぐらいの間隔でやっておけば大きな問題はありませんここで OK をしますこうしましてもう一度 OK をします閉じます一旦このキースイッチを消します わかりやすいように、下のベロシティを揃えておきます。これで、どうなるか、選択をします。コントロールオルトゼロのショートカットキーです。若干変わりましたね。でも、僕は、もうちょっと、やりたかったんです。ベロシティですね。こういう時も、また、もう一度、編集します。 もう少し差をつけましょう。オッケーをします。もう一度消します。そしてもう一度。このようにして一旦揃えました。コントロール alt0 こうなりましたね。そして本来は考えながらやってくださいね。ここはミュート方がいいかな？どうかな？というのは？ このようにしてください。そしてこれを例の位置に上げます。この時にまっすぐ上に上げるということが重要ですのでこのように上げてくださいそうしまして今度はスライドを最初と最後スライドさせますのでこれとこれこれ選んでラーの位置まで上げましょうこれでどんな風になったかです どうでしょうかあるのとないのと、これを消してみます。鳴らしてみます。元はこんな感じ。今度はこれを戻します。 はい、もっとミュートがあっても悪くないですねここなんかがいいと思いますミュートとデッドを組み合わせましょううんどうだったかなって感じですがじゃあ今日の最後のお話ですこのピッチベンドはおおむね2つあります これをもう録音してしまうという方法とこのように書くという方法があります一旦これを選択しましてデリートを押しておきますペンで書くときはペンを制限これにしたりまあ三角でもいいと思いますが通常は制限にするのがいいと思いますこれで音が始まってちょっとしてからですねそこを 対角線上にこのように書くとなみなみができますこの対角線の持って行き方で細かくも大きくもできますそしてもう少し荒くしたいときは Alt キーを押しながらこうやって引っ張るそうすると荒くなりましたから Alt を離すそしてこうやって短くする ままだ話してませんよめっちゃ今カーブが大きいですのでこれをもう少しこれぐらいにしてみましょうはいこんな感じになりますしキーボードのピッチベンドでもこれをやることができます一旦消しますキーボーボドでやる時は このトラックを録音モードにしないといけません。録音モードになってますね。こうやって。そして録音をします。ピッチベンドをくにゅくにゅくにゅっと動かします。録音開始。なかなか難しいです。ピッチベンド、こう、硬さもあるんでですね、こんな感じになりました。これが ダメだということであれば鉛筆で普通のフリーハンドで書くという方法もありますこのように書けばいいわけですちょっと聞いてみましょう 理解的に作るよりりもも面白いかも分かりません。でも手間はかかりますどちらを選ぶかですけれどもまあやり方というのを覚えて皆さんはどれがいいか選択肢がいろいろありますのでこのようにビブラートをかけてください今日はスタジオワン純正のプレセンスという標準音源それのギターというのを選んでその時には 必ず忘れないように、このフルとついたギターを選ぶこと。ナイロンギターにもちゃんとフルはあります。これじゃないとキースイッチがちゃんと動きませんので、皆さん選ぶときはフルというのを選択するようにしてやりましょう。ちょっとマクロの話もしましたから、少し難しかったかもわかりませんが、ぜひ覚え切って、 ギターの音をかっこよくく入れてみてみださいただしプラグインのソフトなんかではこれがもっともっと便利にできるものはいっぱいあります。ですけど予算にきりがないですしまた基本的なことはこういうことだということを覚えておかないとですねそういう便利なソフトを使っても使いこなせないという方もたくさん聞きますので今日の 基本的なキースイッチのこと、そういうものやマクロを使えばより便利になるというようなことをぜひうまく使ってスタジオワンの達人になってください。村長スタジオでした。